はい、今回もどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。なんかあれですよね。コロナに感染されたんですよね。まあ今日本かなりの方感染されてますけど。まあ実を言うとですね、奥さんがかかっちゃって、はいはいはい、でそれを契機に僕ら家族全員がかかっちゃったので、うん、やっぱ家庭内ではなかなか難しいですよね。止めれないですよね、これね、うん、本当に。で、まあ、彼女がかかった時に、まあ僕も、なんていうか、海外宿、彼女を、一生懸命サポートしてたのね、うん、介護してるわけないんだけども、マッサージしてあげたりとか、食べ物持って行ってあげたりとか、結構添い寝をしてたんで、そしたら、飲んだ時来たんだけど、初めの頃はね、あ、来たなと思って、うん、こう、明らかにウイルスのアタックを受けてるっていうのが分かったので、割と、例えば、僕、ヨガやってたり、呼吸法やったり、いろんな瞑想やったりしてるもんだから、もうたくさんお湯、温かい、ものを飲んで、水の、水分を十分補給して、体を温めて、まあ、対策してたわけ。で、いくつかのアタックに関しては、乗り越えたわけ。で、3回目のアタックがね、ちょうどね、彼女が、感染して4日目ぐらいにね、肺に来たの、ね。うんうん。で、それがね、大したことないなと思ったわけ。うん。このぐらいの、肺の違和感は、もう、自分で自然消滅するの免疫力、俺持ってるよね、と。勝手に持ってたら。そして、侮ったね。それで、12時間ぐらい経って、夜12時ぐらいに寝たときに、あれと思ったときに、こう肺が全体的にこう、蔓延してて、違和感が強くなって、発熱したのね。うん、38度2分ぐらいになったの。これやばいなと思って。で、その時に、僕は、6時間ぐらいかけてね、過呼吸のワークをやったの。過呼吸、うん、うん。まあ、いろんな呼吸法をみんなやってるけど、みんなが一番よく知ってるのは丹田呼吸って言って、うん、ゆっくり、すごいゆっくり、長い、深い呼吸をするっていうのが、うん、まあ、大きく、みんなよくご存知の方なんだけど、僕が、いわゆる過呼吸。すごい、酸素をどん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 取り入れて、はいはい、体の浄化を促進させるっていうね、そういうワークを僕やっててね、そういうのノウハウをしていたもんだからね、まあ、そうですね、6時間ぐらいやってたかな。もちろん6時間ずっとやってたわけじゃないけど、僕、ヨガやったり、高いものをやって、こう、発汗して、で、過呼吸をやってて、6時間ぐらいやったら、あ、少し良くなったよね。まあ、だいぶ元気になったなと思って。で、結局、肺には来なかった。次の日にクリニックに行って、聴診器で聞いて、あ、肺は綺麗ですね。問題ないです。で、肺から一番最初に来たんだけど、肺の問題はクリアしたんだけど、うん、その後熱が2、3日ぐらい続いたかな、うん。で、平熱にすぐ戻ったんだけどね。だ呼吸ですもんね、やっぱりね。うん、ね。なんか、呼吸することによっては浄化されるっていうのはすごいありますよね。そうですね。もう、ヨガなんかはたくさんの呼吸法を、うん、実はあるんだけれど、僕も、そういうの、まあ、全部知ってるわけじゃないけど、ある程度の呼吸法をしてて、一番やっぱハードなのが、過呼吸、うん。たくさん呼吸して、体にどん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 酸素を送って、浄化を進めていくっていうやるんです。これはね、すごく大好きな僕のワークなんだけど、うん、気持ちがいいから、もうスッキリするんで、はいはい。でも、普通の人にとっては、すぐやれるノウハウではね。トレーニング必要なんで、おすすめは別にしないですね。しないですね、僕は。おすすめはしないです。なぜかっていうと、まず最初にその人のブロックが出てくる、うんうんうん。で、ある程度自分のブロックなり、心の問題なり、いろんな、クリアしてないと、うん、一番最初に自分にブロックが出てくるからね。はいはい、自分がこう、普段不安に思っていること、うん、もしくはちょっと、未完のプロセスがある人にとってはね、過呼吸ワークはね、なかなか、すぐにはできない。それはちゃんとしたインストラクターが必要、ね。でも、インストラクターがやることも大したことないね。大丈夫だよ、大丈夫だよって言ってたけど、堂々呼吸してないよって言って、それだけ言うだけだからね。大したことない、ね。やってないんだけどさ。不安になるからね。必ず、その不安を自分で処理ができないと一人だとね。うん、僕なんかも、そういうの全然平気なんだよね。でもやっぱそのなんか、息は重要ですよね、やっぱ呼吸というかね。はい、皆さんやっぱピアノ弾かれてる時の呼吸感っていうのはやっぱすごいなっていうのは、見てて感じますよね、うん。ありがとうございます。うん、いろんな呼吸法をやってますよね。ねいや、そうですね、うん。なんかその瞑想というかね、なんかその、鍛錬されてるというか、すごい感じるところではありますね、うん、ピアノは。最近は鬼滅でね、なんとかの呼吸とかやってるけど。
やっぱ、深い息は重要ですよね。ずっとね、マスクつけててね、なかなか深い息がしにくい時代に。そうですね。マスクってのも、まあ、いろんな問題あるんだけどね。でもまあ、本当に礼儀としてはね、あの、そのレッスンに入った時には、皆さんに、あの、怯えさせられたようにはやりますけどね。でも散歩してる時ぐらいね。そうだね。こう、外に出てる時は関係ないのでね。そうですね。うん。はい。ということで、はい、ありがとうございます。コロナからね、息の話ということでお話しコロナから呼吸ほど話になってまだ、あの、今後ともですよね、ちょっとまたまたよろしくお願いします。はい、楽しいひとときでした。ありがとうございました。素晴らしい、ありがとうございました。ここでしかお話しできない特別な情報をお届けする、無料 LINE アットユニワ、フリーメルマガユニワ、ただいま登録受付中でございます。神社の秘密や幸せになるための秘訣、限定情報満載でございます。フォームが詳細欄の方にございますので、ぜひご登録ください。